おはようございます。なんか大変なことが起きてます。このチモシー食べてるのかな。なんかね、いつもより書き出してる量が圧倒的に多いんですよね。あとね、ペレットなんですけど、これね半分ぐらい食べてるんですよ。なんかね、食べたかけらも下にちょっと落ちてるんですよね。あと一番驚いてるのがこのおもちゃなんですけど、このおもちゃ約1週間ぐらいぶら下げておいたんですけど、全然壊さなかったんですよ。少しだけ噛んではいたんですけど、壊れるほどじゃなかったんですね。でも今見てください、こちらボロッボロです。おー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 おおお、なんかね、プーちゃんめちゃめちゃ元気なんだよねすごくないですか。破壊しておもちゃが下に落ちちゃったんですよ。で、今ご覧いただいた通り、プーちゃんがめちゃくちゃ元気で、力がすごい強いんですよね。前回の動画の時もプーちゃんの目がキルンキルンだったんですけど、あれから強制給餌とか目薬を刺すんですけど、プーちゃんが力強すぎてすごい暴れるようになったんですよ。なんかね、抵抗力もすごいついてきたんですよね。ヘアンポ中にうんちもよくするようになって、一つ一つが結構長くて太めになってきたんですよね。で、今回なんですけど、このチモシー今これだとどのぐらい食べてるのかが全くわからないので、 20g だけここに入れてみて様子を見てみたいと思います。で、何 g ぐらいチモシーを食べたかを見てみたいと思います。プーちゃん元気だね。プーちゃん元気だね。キュルンキュルンだね。あ、また結構チモシーかき出して食べてるんじゃない。ちょっと開けようか。プーちゃん、あ、かわいいプーちゃんかわいいね。ちょっと一回出よっか。チモシーまた食べてますね。結構食べましたね。グラム測ってないからどのぐらい食べたかわからないですけど、チモシーはまた結構書き出されてました。今カメラ準備してたんですけど、その時もプーちゃんチモシーむしゃむしゃ食べてましたね。これ結構歯調子いいのかな。ペレットもだいぶ食べてますね。食べかすみたいなのがこうやってちょこちょこ落ちてるんですけど、でもね、この中に入れたものは全部なくなってます。まあちょっと多少これ残ってはいるんですけど、あれから 4g 入れ直して、まあ、相当食べてくれました。今まではね、ペレットも全然食べなかったですからね。やっぱり食欲湧いてるみたいだね。このチモシーなんですけど、 20g 入れておいたのがプーちゃんどのぐらい食べてくれたのかを測ってみたいと思います。はい、こちら今日の朝入れたチモシー 20g 分ですね。さあ、どのぐらい減ってるでしょう。まあこれ夜だから、プーちゃん日中ほとんど寝てるので、普段元気だった時でもそんなにね、日中寝てる時は食べてくれないんですけど、まあ寝てるからね一応測ってみたいと思います。さあ、どうでしょう。お、すごい、寝てる時間帯なのに 4g 食べてますね。うわ、これはすごい。プーちゃん普通に食べてくれてますね。おー、もう感動、すごい。今までだったらこんなに食べてくれなかった。ってことは夜中はもっと食べてくれるかもしれないですね。日中 4g はなかなか優秀ですね。歯治ってきたのかな。これは進歩ですね。ちょっとね、まだ水分を自力であまり取れないんですよ。だから強制給餌を今 8ml 分あげてるんですけど、1回の強制給餌を 5ml にして1日3回あげてみようかなと思います。 5ml にしたら水の減る量がもうちょっと変わると思うんですよね。今強制的に水分もあげちゃってるので、それで飲まないだけかもしれないんですよね。まあ、ちょっとその辺も様子を見ながら調整してみようと思います。
で今回ですねこちらデリスタイルのタンポポ&セージをプーちゃん食べてくれるのかな。すごいねプーちゃん元気で今も目がキュルンキュルンなんですよ。それが前回の動画の時から何も変わってないんですよね。元気が本当にいい。今ねここでおもちゃで遊んでるんですけど力強いんですよね。食べるかな。よいしょ。おいで。プーちゃん食べるね。食欲湧いてきたね。すごいすごいすごい。食べてる。すごいねプーちゃん、もりもり食べるね。おやつ久しぶりだもんね。よかったね食べれるようになって。うん、おいしい、おいしいプーちゃん、いいね。すごいもりもり食べてますねやったねプーちゃん、ちょっと調子よくなってきたね。おいしい？今日もね、目やには全然出てなくて、目もね、調子良さそうなんですよね。もうめっちゃ食べるね、プーちゃん。まあ、あんまり食べ過ぎは良くないから、これだけに今日はしとこうね、おやつはね。チモシーの方食べてほしいからね。これ、今チモシーこれだけ食べてるじゃないですか。僕ね、次のお医者さんに行った時にあわよくばこのチモシーを食べてくれてるから歯が若干削れてこう口の中をこう強制的に削らなくてもいいですよっていうくらいの状態になってないかなって期待してるんですよね。無理かな、まだ歯削っちゃったらねまた前の状態に戻るので、できればねこの元気よさ維持してほしいですね。まあ、次の診察どうなるのかかなり心配ですけど、プーちゃん良くなってるといいね。よかったね、よかったねプーちゃん。はい、めちゃくちゃ食欲あるね。いっぱい食べれていいねプーちゃん。体重も早く戻るといいね。いやー、チンチラってすごく生命力が強いって言われてるんですよね。なんか生きたいっていう力が強いらしいんですよ。あと水ですね。ちょっと強制給餌の量減らすので水もたくさん自力で飲んでくれるといいですね。もうそれができたら完璧ですまあ次の検査までもうちょっとプーちゃんに頑張ってもらいたいと思います。おいで、おいで。